遠くを見て真病院のベッドで死んだように俺の少年ばっかり探してる。俺は母ちゃんの手を握る。母ちゃんは俺に笑いかける。その後すぐにずっと遠くを見た。俺の机の引き出しにはお友達をかけた頃の大きな人の手紙がしまってある。どれだけ人を愛しても愛し抜いたとしても母親の体に戻ることはできない。それは弱いということじゃない、それは怖いということじゃない、それは男らしくないということじゃない。とどまることを知らない不安が別の女を欲しがって、なぜ笑ってるんだいって聞くと、また遠くを見てただ笑ってるだけ。
ありがとうございました。